置いてく金もちゃんとゴミ箱に捨ててくださいまし。ちゃんと持ってってよね。うわー、マジだよ、本当だよ。あ、やば、あー、持てないからね。おい、あれから分別しないで行ったぞ。うわー、なんか、どうしたらいいの。私だってスチールなのよ。私にとってはペットボトルでございます。てか、ここ燃えるゴミだよ。うわー、なんか、マジだよ。探検しようぜ。ここにいっぱい缶あるよ。あー、ペットボトルいらない。なんですって。大丈夫だった。いやいや、マジだよ。もう大丈夫かよ。でもまあ、リサイクル先輩行ったらこうなるし、いいんじゃね。うわ、リサイクルコンソールか。ないわ、マジないわ。これ、わかるね。じゃあ、ね、バイバイ。あいつ、なんでスチールだから。ついちゃってるじゃん。そうか、まあ俺たちも潰される運命だもんな。いや、俺も潰されてるよね。うん。おや、ここはリサイクル工場ですか。しかし、ここは捨てられませんよ。キャップは別のところへ、ラベルは書いてすぐくださいまし。ゴミはしっかり分別しよう。また会ったわ。また会ったに、ね。